どうも、ひろはすです。僕は最初ゲーム会社に就職した時にグラフィックデザイナーとして応募したんですけど、その時の採用手順が、まず郵送で履歴書とポートフォリオを送る。それでまあ1週間ぐらい待ってたのかな。で、結果面接しますっていう返事がもらえて、でまあそうね、リクルートスーツ着て。確かね、平日の昼間ぐらいだった気がするんですよね。おそらく昼休みだと思うんですけど。それで、その会社の会議室で面接していただいて、まあ結果は後日みたいな感じで一旦帰らされて、でまあ2日後ぐらいですかね。まあ課題をちょっと出してほしいっていう感じで連絡いただいて、まあ期限1週間で、ファンタジー RPG に出てきそうな洋風の部屋の画像を 3D で作って、まあ1枚レンダリングして提出してほしいということだったんで、とりあえずですね、近所の図書館に行って洋風の家具とかの資料を読み漁ってですね、で、いくつか写真撮ってきて、で、それを参考に作っていったんですけど、1週間って言われてて、まあ、その時そんな作業スピードないんでね、学生だったんで、まあ、家具もね、3つぐらいしか作れなかったんじゃないですかね。なんとかね、ちょっとライティングとかでごまかして、ちょっとそれっぽい画像を1枚作って提出しました。それでまあ一応ね、採用ということで。で、まあ、社員だと思って、やったーと思って行ったら、実はアルバイトだったっていう、そんなオチだったんですけどね。ということで、今回のテーマは、ゲーム会社就職対策。以前、ゲーム会社に就職する方法っていう動画で、まあ、一通り解説したんですけど、まあ、ちょっとね、このアラフォーのおっさんが、いや、女子は有利だよってずっと言い続けるっていう気持ち悪い動画になってるんで、まあ、興味ある方がいる。その動画でね、各職種の応募書類とか、まあ、どういう人が採用されやすいよっていう、そういう情報を一通り語ってるので、よければ見てもらえればなって思うんですけど、今回は実際応募するときの書類審査対策と面接対策。この2点ちょっと重点的に解説しようかなと思います。1つ目、書類審査ですね。まあ企画職ならゲームの企画書。デザイナーならポートフォリオを作って出す。プログラマーは自分が作ったプログラムを提出して、サウンドデザイナーなら音楽とか効果音を提出するっていう。まあ基本的にはその職種の作品を提出するって感じですね。まあこの時にいくつかね、注意点があるんですけど、たまにね、すごいね、昔の作品を出してくる人いるんですよ。そのデザイナーだったら、まあ、ポートフォリオがね、まあ、ちょっと薄いなっていう。数少ないかなと思ったのかもしれないんですけど、明らかにね、現在の絵よりも下手な、もう数年前の絵とかもこう載せてあるんですよね。やっぱ自信がないのか、後ろの方に載ってるんですけど、それね、もう載せない方がマシです。基本的にその作品提出っていうのはもう量より質だと思ってください。そのデッサンとかね、もう如実に現れるじゃないですか。一番最近書いたやつよりも、そのデッサン勉強し始めた最初の頃に書いたやつって、もう明らかに下手じゃないですか。それもね、一応まあ数あった方がいいかっていうので、その全部載ってるパターンあるんですけど、採用担当者って、このポートフォリオに載ってるものが今現在の実力だと思って見るんですよ。なので、その昔のまだうまくなかった頃の絵が、たとえね、その日付書いてあったとしても、これ何年前の絵ですって書いてあったとしても、このレベルではちょっとみたいな、もう悪い印象しかないんですよね。なので、まあ、もう数を出すっていうよりも、もう絞ってね、自分の自信作だけを載せた方が絶対採用率上がると思います。まあ、あとデザイナー志望の方で、デッサンが苦手っていう。でも一応何枚か書いてみたから、それ載せとこうみたいな。デッサンやっぱないとダメだろうみたいなね。関心でやってる人いるんですけど、そもそもね、デッサン苦手って時点でだいぶ厳しいとは思うんですけど、でももし自信がなくて明らかに他の人より劣ってるんだったら、載せない方がマシですね。まあ、なりたいって言ってるぐらいだから、デッサン以外の、例えば 3D めちゃくちゃ得意とかね、そういう何か他にアピールポイントがあるんだと思うんですけど、それだったらもうそこに集中して、もう 3D のすごい画像をめっちゃ貼るって、もうデッサンは載せないって。もう全然ありだと思うんですよね。まあ、募集要項にデッサン何点か載せてくれって多分書いてあると思うんですけど、とかもあえて載せない。もう下手なの載せても逆効果なんで、もうマイナス材料はとにかく載せない。これはもう企画色とかプログラムとかサウンドもそうなんですよ。厚みを出したいから昔のやつ詰めがちなんですけど。もうプログラマーならもう最新のプログラムだけ。企画職も一番最近書いた。もうこれ自信作ってやつ一本だけで全然いいんで。こんなのも作ってますみたいな。こんなゲームを考えてますとかで、そのワンアイデアのちょっとした企画書みたいなやつとか、いっぱい詰められても見ないし、そんな完成度の低い企画書とか、マイナス材料にしかならないんで。なので、書類はとにかく最近の自信作だけ載せてください。
で、次、面接なんですけど、基本的にはもう他の企業と同じというか、他の業界でも聞かれるような一般的な質問は全部されますね。まあ、志望動機とか、その会社に入社後何がしたいのか、5年後、10年後どうなっていたいですかとか、そういうね、基本的な質問とかは必ずされます。これ大手になればなるほど、こういう質問がちょっとね、硬い質問になっていくんですよ。ベンチャー企業とかになっていくと変な質問をしてくる人もいるんですけど、とりあえず、ゲーム業界って、とにかくコミュ力ない人多いんですよ。なので、もう明るく元気に、ハキハキと喋れるっていう。もうそれだけで他の人めちゃくちゃリードできるんですよね。なので、もう全然喋れない。知らない年上の人と全然うまく喋れないっていう。もうそういう方はですね、まあ接客業でもアルバイトとかね、半年ぐらいしてもらったらもう一発でコミュ力治るんで。まあ書類的にもね、接客業何年かやってましたって書いてたら、結構ね、ポイント高いんです。あ、ちゃんとコミュニケーションできるタイプの人なのかなってなるんで。なので、とりあえず喋れるようにはなっといてください。あと、ある程度ね、一般常識はいるんですよ。そんなね、ものすごいビジネスに詳しいとかね、社会情勢に何でも聞いてみたいな。そこまでのね、知識はいらないんですけど、例えば僕がね、面接した人で、現在のアメリカの大統領誰ですかって聞いて答えられなかった人いたんですよ。そのレベルの人とかも面接来るんで、だからある程度ね、最近のニュース結構知ってるとか、そういうね、普通の世間話ができるレベルの一般常識っていうのはもう必要だと思います。あとはゲーム会社特有の質問なんですけど、まあ、基本的にはその会社のゲームについて聞かれるんですよね。うちの会社のゲームやったことあるって。なのでまあ必ず、その受ける会社のゲームは何本かやっていくようにしましょう。で、その時に自分の希望職種の目線で何かいいところとか、好きなところとか言えるようになってるといいですね。まあ企画職だったら、ここのゲームバランスがすごかったとかね。プログラムだと、こんなにキャラ出てるのに処理落ちしてないのがすごいとかね。デザイナーだったら、まあこの絵がすごい。ここのエフェクトがすごかったとか、このシーンのカメラワークがめちゃくちゃ良かったとかね。そういう感じで自分の希望職種の視点で何かコメントができるようにしておくっていう。まああとちょっとね、意地悪な人だと、うちの会社のゲームで何かダメなところあるって聞かれるパターンもあるんですよ。まあ、この時に何もありませんっていうのもいいんですけど、まあ何かね、もう一般的に見てこれはダメだろっていうところを、まあその社員も納得できるような、こう個人の感情論でここを嫌いだって言うんじゃなくて、まあここはダメでしたよねっていう、まあ作者が言われても、まあなるほどって納得できるような、ここをこうした方がもっと良かったかもしれないですみたいな感じで言えるようになってるといいかもしれません。あともしね、個人でゲーム作ってる人だったら、必ずそれ突っ込まれるので、ちょっとある程度自分の作ってるゲームの情報は整理して覚えておいて、何聞かれてもある程度さらっと答えれるようにしておくべきですね。まあ、今まで聞いた話だと、まあ、その自分が作ってるゲーム、もしうちで発売するってことになったら、いくらで売りますかとか、そのゲームはどんなユーザーをターゲットに作ってるんですかとか、そういうことね、聞かれがちなんで。まあ、基本的にね、その自分でゲーム作ってるってだけでめちゃくちゃリードしてるんですよ。他の人をね。なんかかなりね、採用率は高いと思うんですけど、まあ、そこでね、突っ込まれた時になんかすごいね、しどろもどろだったりとか、なんかすごい言葉に詰まるなってなったら、あれこれ本当にこいつ作ってんのかって。誰かとグループで作ったやつ自分が作ったことにしてないのかっていう感じでね、ちょっと疑われちゃったりするんで。まあそうよね。作者しか知らない情報とかをバンバン出してね。まあ、自分が作ったアピールちゃんとしていただければなと思います。ということで今回はゲーム会社の就職対策について解説しました。まあコミュ力大事なんですけど、まあ結局はね、出す作品のクオリティ勝負なんですよね。僕が入ったところとか、結構ね、その同僚もね、コミュ力ない人ばっかりだったんで、コミュ力ある人がめっちゃ採用されてるってわけじゃなかったんですよね。実力がある人っていうのは、少々喋れなくても採用されるっていう感じだったので、まあとにかく希望職種、作品をこう強化するっていう、その一点ですね。やっぱり個人でね、ゲーム作ってるっていう人はめちゃくちゃ強いです。やっぱどの職種ともコミュニケーションが取れるってことじゃないですか。例えば、まあそれがね、企画志望で入ったとしても、プログラムもデザインもある程度自分でやってたんで、その他の職種の人ともコミュニケーションが取りやすいってことだから、もうプラス材料にしかならないですよね。デザイナーで応募しても、プログラマーで応募しても、同じことが言えるので、まあ強いかなと。あと一つ、たまに勘違いしてる人がいて、ゲーム会社って、一社あたり一生に一回しか応募できないと思ってる方いるんですけど、そんなことなくて、全然何回応募したっていいんですよ。さすがにね、落ちた翌週とかに応募しても絶対落ちるんですけど、一年後とかだったら、なんならね、その落ちた時と一年後の作品の比較画像とか、
ポートフォリオに載せといて、こんなに成長しましたよってアピールすると、まあ、もしね、同じ人が採用担当だったら、で、その人が覚えててくれてたら、面白いなってなって、それが本当にね、ちゃんと成長してたら、すごいプラス材料になると思うんですよね。まあ、よっぽどその会社入りたいっていうアピールにもなるし、なので一回落ちてもね、もしすごいどうしても入りたいっていう会社があったら、あ、もうダメなんだって、もうあの会社に入れないのかって思うんじゃなくて、絶対入ってやるって、もう勉強、もう練習して、ちゃんと成長すれば、まだいくらでもチャンスは。あるので諦めずに頑張っていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画毎日更新してます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでぜひフォローお願いします。ではまた。